ん？待たせたな。なんだって？アリケンのクリエイターサポートのコードが知りたい？しょうがねえな、教えてやるぜ。俺のクリエイターサポートは、ARIKEN。アリケンだ。N は1個。ARKEIR なんて言ってかわかんねえな。さあ、君たちで復唱してみてくれ。大正解。それが俺のクリエイターコードだぞ。ぜひぜひ登録していろんなアイテム買えような。それじゃあ動画へ、レッツラッグ。ゴールデンウィーク最終日のカスタムマッチ。どんどんパフパフ、どんどんパフパフ。今日は実況解説、アリケン主催、アリケン、そしてね、ゲストの方で TS 君に来てもらいました。どうぞー。どうも、TS です。寝起きですが、よろしくお願いいたします。お前寝起きかよ。マジ寝起き。じゃあ、腕に自信のある方、高木をぶち殺したい。俺もぶち殺したいってやつ、全員入ってこい。そうで、こんにちは、はい、こんにちは。隠さないの？隠しても意味ないから、もう隠さない。What the fuck a gentleman! Fuck you bitch! Fuck you man 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 man! で、ストームが動き出すまでに残り30秒。その間にアンチの中に向かわないといけないが、残り19人。あまりヘイトを食らわずに動きたいルーフ。ここは危ない。ロケットランチャーを撃ってきた音がしたが、食らったのは自分じゃなかった。さあ、ここは一瞬エディットして周りの状況を見て、スナイパーライフル一発撃つが当たらない。さあ、19人の大移動が始まるぞ。走れ走れ、マラソン大会のスタートだ。さあ、まだ TS が生きている。さすがだ TS。パッと、最強小学生。さあ、上げからさ、200円。ゴールデンウィークが終わってしまう。しゃーない。ゴールデンウィークは終わるもの。終わるものだから価値がある。そう、終わらないと意味がないんです。さあ皆さん、ゴールデンウィークが終わるね、悲しい気持ちに負けずに、カスタムマッチ、どんどん竹を倒してビクロしていきましょう。さあ、横をエディットして上に登っていく。さすがだ、エディットの速さが尋常じゃない、ルーフ選手。エディットの速さを見る限り、もう猛者と分かってしまう。さあ、上に登って、これはグライダーを使って山の上を取りに行く、あれか。さあ、ここで横から、こんにちはからのグライダーを使って、再展開を使って、さあ、またアンチョの中に入っていく。これはうまい。うまくヘイトを食らわずにアンチの中に入っていった。しかしもうアンチのデカさはこんぐらいの大きさだ。さあそろそろ激戦区始まっても大丈夫かと。さあここからね、いかに戦わずにね、人数が減るかね。耐える戦いですからね。さあちょっと今日ね、言葉がうまく出てきませんね。さあエディットボタンを押して周りの状況を確認しながら、さあここでゴルフのパターの練習をしていく。ここでやらないといけなかったのか、ルーフ。残り16人、最終アンチまであと2回を残したところでしょうか。さあ次のアンチは N 方向。さあルーフ選手が一番次のアンチに近いか。しかし資材が少し少ないので、これはちょっと怖いですね。どっかで敵を一人倒してその資材を奪っていきたいところ。さあ真下に敵がいるぞ。これを倒していくか。しかし倒さずに、さあどこかで不意をついて敵を倒していきたいところ。さあヘビースナイパーライフル、ドラムマシンガンのアサルトライフルの音、たくさんの音がする。さあルーフ、間欠泉を見つけた。これは間欠泉で飛んで次のアンチに行くのか。さあここは間欠泉乗ってハイグラを取りに行くのか。これはしかしハイグラを取っても資材がないので、ここはもう一度、さあ間欠泉を使って次のアンチまでふわふわしていきたいところか。さあ目の前ではボールに、ドラムマシンガンを撃っている音。さあここから1人でも倒していきたい。さあアサルトライフル、ドラムマシンガンを使って撃っていく。さあ地面は敵がたくさんいるぞ。みんなで走れ走れ、マラソン大会のスタートだ。さあこの移動で一体何人の人間が亡くなっていくのでしょうか。残り13人。 TS はまだまだキロを稼いでいる。さあ次のアンチ、ストームが終わってしまいます。さあ次のアンチが最終アンチ1個前でしょうか。さあ残り12人。このアンチの狭さでまだ12人も生き残っている。さあエディットして、さあストームはもうあれだぞ、問答無用で動き出すぞ。さあ一発ショットガンを当てるが、さあ上に登った人間がヘイトを食らう。さあ空からたくさんのアサルトライフルの弾が落ちてくるぞ。ここは華麗なエイムで目の前の敵を倒していった。さあしかし資材をなかなか持ってなかった。うますぎる。これはなんだ、ドラムマシンガンの強さが出ている。ヘッドショットで52が出るぞ。さあ横エディットして出てきた。ここはボールを壊していきたいところだが、お前に構ってる暇はねえと言いつつ、さあ次のアンチに向かっていく。さあ残り HP や97、シールドがないので、ここはあまりダメージを食らいたくない。
エディットして目の前のボールを壊して、さあ目の前もエディットして上に登っていくが、残り資材が少ないので、ここは早めに決着をつけて、さあ目の前の敵、ハイグラを取っている敵にショットガンをヘッドショット一発で決めていく。しかし資材は増えないが、ハイグラを取れたのはでかい。残り7人、TS もまだ生きている。ショットガンをリロードして、さあここは少しダメージを食らっているので、さあ目の前の敵もショットガンとアサルトライフルで撃っていく。さあこの人エイムがめちゃくちゃいいぞ。しかし資材が残り15、これは早めに倒さないと危ない。さあここで敵が出てきてもいいように罠をトラップ仕掛けながら次のアンチに向かっていく。さあしかし資材が残り51、さあここで資材がつけてしまう。さあ目の前エディットして落ちてきた敵を倒していくが、ここは資材は回収できない。さあアンチで1人死んでいるぞ。残り1対1のタイマン。さあここは山を登るために資材を使わないといけないが、ここで資材が切れてしまう。敵さん落ちてくる相手にショットガン一発、もう一発ショットガン撃つが、いや敵さんまだ資材ある。これは敵さん戦わずに勝ってしまう。オッケー、勝っていったのは TS。 これは美味しい。お前ようハイグラ取ってたな。高木入れた？スピーカーミュートしまーす。高木入れた？ヤッホー、高子誰？高木入れなかった？高木そういう色つかねえから。ねえねえ。あのさ、もしアリケンの感染が俺になったら喋ってもいいんだよね。全然いいよ、全然いいよ。オッケーオッケー。オッケー。いいよ、こいつの時は。勝ってくるわ。2連勝ある？ある。2連ビクロやある？マジか。やるな。頑張ってこい。今の声 TSTS。TS さっきね。勝ったから一回。ほんまにか？さあ、あれはもうたまんねえよな。やばい、うまいぞ。目の前の人うまいぞ。はいざまー、はいざまー。いつもゴースティングしてるからやられるんです。はいざまー。さあ、TS がまだ生きてるからね。頑張ってもらいたいね。さあここはグライダーを選択して、裂け目を使って次のアンチに向かっていく。さあ残り10人、人生さんがさエディットしながら、さあ頑張ってエディットしている。さあ TS はまだ生きているのでね、ワンチャンマジで TS2 連ビクロあるな。でーでー、僕アイコニック持ってるんで。え、リコピンアイコニック持ってんの？裏山けしからん。そうだね、資材がめちゃくちゃ余裕あるからね、これはゆっくりハイグラ取りに行ってもね大丈夫なんでしょうかね。これさあ目の前回復してる人に横槍を入れて、さあここは上に向かっていく。さあアサルトライフル66のダメージカット。グライダーを開いたらやはりグライダー人権がないのか、一瞬で溶けていってしまった。さあ残り8人、さあハイグラを取っていってますね。人生残り資材たくさんあるからね、ハイグラ取っても大丈夫なんだけど、でもこの距離ハイグラで次のアンチまで行くのやね、多分結構使うんじゃないのか。石も全部使わないといけなさそうやな。え、アボ銃240、自分もアイコニックあるんで偽物できますね。やっぱね、やっぱ俺の配信でね、バカみたいに、バカみたいにって言っちゃったよ。アホみたいにって言っちゃったよ。やっぱすごいね、スパチャしてくれる人はね、みんなアイコニック持ってるね。やっぱり富裕層。うん。やっぱり富裕層、アボ銃も持ってんのか、お前。えぐいな、お前。さあ、ここ落とされてしまったが、グライダーがあるので、ここは危機一発大丈夫。さあ、周りを固めて、さあ、次のストームは、問答無用で動いてくるぞ。さあ、次のアンチ収縮が始まってしまった。ほんとな、石王がいっぱいいるよ、俺の配信。しゃあないな、大根に買ってくる。お、もうちょっとで洞察2000人行く。やったぜ。さすがカスタムマッチ、そこに痺れる、憧れる。さあ、目の前見つけたぞ。さあ、ショットガン一発撃って、TS が爆発物でヨッシーを倒している。さあ、ここは痛い、ショットガンのダメージが当たってしまって、残り HP31、逃さない。さあ、匿名317。さあ、できるだけ匿名はね、やめてもらいたいと思います。次からね、匿名外してきてくれるとありがたいです。さあ、目の前、くっつき爆弾がたくさん投げられて、さあ、ハイグラにいるのは多分 TS かな？さあ、360年アイコニック持ってるけど、ギャラクシーは持ってる。いいね。ギャラクシーも俺好きだけど、ぶっちゃけギャラクシーの方が好きだけどな。さあ、ポーションを飲んで、どんどん次のアンチに移動していくが、ハイグラ取ってる人が気になってしょうがない。
さあ残り資材は159、この資材量でどうしていくか。さあそしたら上から、すごい上からくっつき爆弾が投げられてきたが、ここはもともとあった建築物の上を使ってさあハイグラを取っていくが、目の前の敵さんもどんどん登っていく。さあショットガン一発当てるが、さあ残り資材が尽きてしまった。これは資材がないので降りるしかない。ここは下に降りていく。さあどこかでとりあえず落ち着いて目の前の敵を倒していきたいが、さあ一生ヘイトを食らってしまっている。さあカルピスが落ちてきたところヘッドショットでやってポーションとミニポーションをゲットだが、上から撃っている TS2 連ビクライ、おめでとうございます。やばお前、2連はやばいって、2連はやばいって、調子いいね。取りつつ TS がさ喧嘩を売る前に下に降りていく。さあグライダーで降りている敵にヘッドショット2発と31のダメージで敵を倒していく。これはうまい。さあもう一度ヘッドショット2発でもう一人倒していく。3発入れていく。